はい、皆様こんばんは。ウィーラミユキコンサーティーナの時間になりました。寒いですよ。今日は東京はね、日雨っていうのかな、なんかねすごいね冷たい雨が降ってます。思いのほかもうちょっとね小降りかなと思ったらば、私がここにスタジオに来るまでの間には結構大降りの雨でしたね。こんなに降るとは思わなかったって感じなんですけれども、まあ雨はあまり好きではないですけれども、私の楽器たちにとってはこの雨の湿り気が何よりの薬になりますので、ちょっと乾燥から逃れてほっとしているところですね。とっても雨だからお天気が悪くてとても暗いんですけれども、実はですね、私も知らなかったんです。2日ぐらい前が一番日没が早いんですって。つまり暗いんですね。それでその日を期して今日に向かってどんどん日没ですね、つまり夕方は明るくなる方向にあるんですって。で、今日から冬至までの間は今度朝ですね、朝日の出がまだまだどんどん遅くなるという、そういうことらしいです。そうですよね。ピチッと両方均等に朝と夕方の方に同じようにこう振り分けられて時間が動くはずはないわと思ってはいましたけれども、ね、ちょっとは心が和むじゃないですか。もうこれ以上夕方が暗くなることはもうないと、そういうことなんですね。もうちょっとすると冬至ですから、まあ、ゆず湯なんですけれども、まあ、冬至を越すともう昼の方が長くなっていくと、そういうことになりますよね。私事ではございますが、私ね5年手帳っていうのをそれは書いてたんですよ。2016年から2020年までの5年間ですね。看板ではあるんですけども、こう忘れた時には自分の手帳のものをちょっとこうメモったものを写したりなんかしながらね、5年前をねこう同時に見ることができるというね、そういう傑作な手帳をつけていたことをふと思い出しました。っていうのはキンキン少し書き込んだものだからね、こう前後見ながらクッと笑ったんですけれども、でも皆様幸運嫌なご年ですよ。コロナ禍も1年もあっという間に過ぎましたのでね、これでまた新しい年がやってくるとどういうふうになるのかっていうのはちょっと楽しみですね。改めて5年手帳買いました。今日も30分間お楽しみに。はい、改めましてこんばんは、三浦美幸です。この5年手帳以前のものですね、つまり2016年から20年までのものは、最初はねフライングドラゴンで買ったんですよ。フライングドラゴンじゃない、ごめん、フライングドラゴンは私のあれでした。あれですよ、国王雑貨の店で買ったんですね。それでフライングタイガーです、ごめんなさい、そうですそうです、ドラゴンじゃないんで。それで国王系のものに多いんですね。今回新しく注文して買ったのもフライングタイガーではなかったんですけど、北欧のものでした。北欧雑貨っていうか手帳ね、なんかそういうふうにこう書くそういう習慣があるのかもしれないですけどね。でもなんていうか、ドイツの時もそうだったんだけど、フューラーって言うんだけど、ペンですね、万年筆をね愛用するっていうのがこう日本でいうところのお習字みたいな感じ。子どもたちもボールペンじゃなくて、ある時間そのペンを使ってこう ABC を書くみたいなね、そういうことがあったりするんですけどもね。ちょっと前の回あたりにボールペンを新しくこう芯を変えたりなんかして使うっていうお話を私したかと思うんですけれども、まあそこからこうずっとこう一連にねこの話にこうなってるんですね。まずペンを整えて、それでこう好きなペンでね、好きな色でとか、それで好きな紙にこう字を書くっていうね、もしかしてちょっと忘れがちだったね、このゆっくりした時間を楽しみたいなって思うことが年に何回かこうやっぱりありますよね、そういうシーズンみたいなのがね。今年賀状は私出さないんですけれども、まあそういう時期なのかなってちょっと思いながらね、こうまだ手元にネットで頼んだので注文したので届いてないんですけれどもね。前の5年手帳の表紙は、ブルーでしたけども、今度はピンク色です。ハードカバーだったりとかソフトカバーとかいろいろあるんですけれども、そんなに大きいものを選んではいけないですね。やっぱり持ち運びをして使うケースが多いので、手に入るぐらい大きめの手帳ぐらいのサイズがちょうどいいかなといつも思ったりするんですけどもね。
別にこう昔を思ってこう喜ぶというそういう性格では割とないんですけどもね、昔のことはどんどん忘れてどちらかというと先のことを考えたいっていうふうに思う傾向はあるんですけれども、その年に何をしたかっていうことをね、頭のトップにねちょっと別にこう空欄に書くようにしてるんですよ。だいたいね前の年に何したか忘れてしまっているんですね。あ、この年にそうだ CD 出したんだと、次の年に本を書いたよねとか、そういうのがこう全部ポッとねやったことだけこう書いてあったりするとね、なるほどとちょっと思ったりすることもあって、またそろそろこうしようかねみたいな、ね、励みになったりすることもあるので、まあいろんな使い道はあるなとちょっと思ったりもするような、普通の手帳とはとちょっと違うねスタンスの私にとっての手帳だなっていうふうには思ってるんですよね。はい、では今日もまず1曲目を聴いていただきましょう。アコーディオンの CD ですよ。スカラベから主よ人の望みの喜びを、バッハ。はい、スカラベからバッハの主よ人の望みの喜びをでした。なんかねちょっと懐かしいって言ったらすごい変な表現なんですけれども、苦節1年ですよ。この楽器の音色がとても懐かしく今感じています。というのはですね、アコーディオン弾いてないわけではないんですよ。ね自分の体に合ったサイズっていうのがやっぱりあると思うんですね。一時ね膝が痛かったりね、体重が結構あったりした時期にですね、この楽器との離別を考えたんですよ。実はそれで、実はそれに考えるに至るわけは実はありましてね、
ちゃんと2番手がいたんです。自分のその倉庫の中にっていうか、変な表現なんですけれども、自分のその持ち楽器の中にね、ちょうどね愛を歌うのにね適した楽器があったんですね。このゴラって楽器はもう最高級のリードを持った最高級の楽器ではあるの変わりがないんですけれども、なんて言うんだろう、こう今日のようにバッハを聴いていただくには最適なんです。逆に今私が愛用している楽器はですね、こんな風にバッハは弾けますけれども、また違う味わいになるんですよ。それである時ふとなんかね、エレジーっていうかな、こう演歌じゃないよ、連歌っていうのかな、そういうなんか生々しい愛をね歌いたくなってね、それで歌うにはね、この子は少し高貴すぎるんですね。高貴っていうか気位が高すぎるっていうの、悪い言い方で言うとね。それでそうどうしようかな、なんだかちょっと私としては頭の上をこう叩かれた寸詰まり状態だなと思ってた時に、その新たなるルチアという楽器に出会ってしまったんですね。そしたらその子はまたね、ルチアって太陽の光って名前なんだけども、ちょっとなんかコロナウイルスみたいでまずいんだけどもね、まあ本当にね雄弁に愛を語ってくれちゃったんですね。それが私との強烈なその、まあ、交差点だったんですよ。つまりゴラをからベルト外した時期だったんですね。それから早1年ぐらいかな、ちょうどそのくらいですね。私は未だにその愛を歌うことに余念がなくって、ずっとそのルチアにベタボレなんですね。でも今日はさすがにちょっと待てよともう一回ね、たまには年末までにゴラを出すかなとちょっと思ったりはしてますけれども、まあ、それから幸いなことに体重も5キロぐらい減りましたので、その分少し楽かもしれないっていうのがあるかもしれないですね。まあ身勝手なものですけれどもね。はい、ではコマーシャルに参りましょう。はい、後半になりました。若干興奮気味にね前半終わりましたけれども、まあこういうふうにいろんなことがあるっていうことですね。計算している通りにはなかなかいかないっていうことがあるのが、まあ生きていく間にね楽しいことの曲がり方のいくつかってことですよね。でもね、こうコンサーティーナでもあるんですねこれがね。実はですね、先日ドバイからですよ、ドバイから楽器をいただきました。いいお店があるんですね。それで信頼できるそのディーラーの方からいただいたんですけど、ホイットストーンですね。なかなかいい楽器でした。楽器っていうのは自分の音色になるまでに1年、まあ、半年1年こう弾き続けないとね、なかなか自分の音にならないっていう感じっていうのがあるんですけれどもね、故障するとかしないとかという問題と別にですね、やっぱり弾き続けると音色が変わってくるので、その、まあ、これから延々とその子と仲良くしばらくこう弾いたりするんですけどもね、こちらはね、今度先ほどゴラとそのねエレジーを歌うルチアと比べたのとはまた別な意味でね、つまりね、桃とリンゴと柿とね、あなたどれを食べたいってことですよ。どれもね、どれも個性的で美味しいんですね。だけど、リンゴは硬くてちょっと酸っぱいよねとかね、柿は甘いけどある時期しかないよねとかね、リンゴ、桃ですね、桃はなんか毛が生えてて柔らかいけどもすっごく甘いよねとかね、そういうなんか個性をこう生かした曲を弾くっていうのがこので重要なことなんですね。今回そのエコダマーキーで再び12月4日にライブをするんですけど、あさってですよね。その時にはCD を録音したグリーンベルトのラッシュナルという会社の楽器で、私の最愛の楽器を相変わらず演奏しますけれども、今年になってそのイギリスに出してオーバーホールっていうのかな、少し中を直してもらったので、安心して弾けるいい楽器になったなっていうふうには思うんですけれども、ちっとも直したにかかわらずにもかかわらず音色も変わらずそのまんまの状態で帰ってきたことをとっても嬉しく思っています。まああれかな、歌の方は自分の声ですけどもね、演奏家にとってはですね、その自分の表現をするための声ですねを持つ楽
器とのね出会いっていうのかな、その音色との出会いっていうのはね結構重要なことですね。それによって自分がこう生かされたり、あるいはダメになっちゃったりすることも逆にありますので、こう上手に成長を促してくれる楽器をその都度選んでいくっていうのもね、ピアノなんかでもそうですよ。多分バイオリンなんかもっとそうだと思います。ちょっとだけ上目の楽器を弾いた時にね、うんってね、私ってこうだったってことをね一瞬分かったりするんですよ。それはその本に書いてあるこうしたらこういうふうに弾きましょうとかね、ここはこの指で弾きましょうとか、そういうセオリーの問題以外の感覚的な問題ですね。簡単ですよ。お食事が美味しい、あ、今日の卵焼き美味しいなって感じるのと同じような、そんな感じの感じ方です。でふっとねこうね泳ぐように楽器をこうサーフィンしていくわけですね。こう変えていくっていうか、次の楽器にこう行って自分を新しく生まれ変わらせるっていうね、そういう感じっていうのをできることは必要なことだと思うような気がしますね。まあ買わなくても直せばいいんですね。違う音を求めればいいと思いますよね。そう、それはこれやで、その大好きなグリーンベルトのラッショナルで弾いたアルバムの中の曲を一つ次聴いていただきますけど、大好きな曲なんですけど、たまたましか書けないのでごめんなさいって感じですね。では参りましょう。アルマンダインからパゴーダ。はい、アルマンダインからパゴダでした。今 YouTube チャンネルの録音にまあ勤しんだ1週間だったんですけれども、つい今週ですね、改めて
アップする動画をいくつか撮ったんですけど、まあ、一本撮りですのでね、超際どい感じがしますけれども、まあ、これが本筋といえば本筋ですよね、本当はね。それで、オリジナル曲を3曲と他にあと2曲ぐらい録音したんですけれども、次回はですね、絶対このパゴダはね弾きたいと思ってます。それから私の大大大好きなですね、同じアルマンダイに入っているレッドアンタレスですね、この2つをは、まあ、必須かなと思いながらね、結構ねこのアルマンダインはジャケ買いをするにはジャケットが弱いんだけれども、変な話ですけども、おすすめのアルバムなんです、実はね。もう一度、まあ、ソロでもいいから録音 したいなって気がするぐらいに、この曲自体の内容がね、こう一連のこのストーリーになっててね、なかなか聞き応えのあるものが多いなと自分では思ってはいるんですけれどもね、まるでこうガンジス川の夜明けみたいなっていうかね、タージマハールみたいかなとか昔思ったんだけど、そうじゃないですね、ガンジス川の夜明けって感じですね、この曲ね。なんかそうちょっと宗教的なものを意識したことは意識したんですけどもね、もう一つね、コラールって曲も入ってるんですね。こちらはそうですね、こう死者への感謝みたいな、そういう感じの趣旨はあったんですけどもね、それも、録音したいけど、いっぺんにアルマンダイン行ってしまうともったいないので、とりあえずレッドアンタレスとパゴダを次回は録音の中にね、メニューの中に入れようかなとか思ってますけどもね、こう皆様どうぞご期待をというとこですね。皆さんのご存知の曲も入れたいと思ってます。はい、ではコマーシャルに参りましょう。 For every day of your life, ワロップステーション。はい、今日もご視聴ありがとうございました。来たる12月4日金曜日ですね、夜、エコダーマーキーですね、もう何年もやってますね。で、ライブをします。私が出演するのはさ8時50分です、夜のからですね、まあ、最後なので後ろはまあ結構のんびりやってますけれども、今日珍しくですね、ピアニストの方とご一緒する部分があるんですね。もちろんオリジナルを弾くところはたくさんあるんですけれども、なんとですね、あれですよ、皆様よくご存知の曲だと思います、クラシックの曲ではあるんですけれども、のだめカンタービレの中に出てきてた曲だということは後で気がついたんですけどもね、モーツァルトのオーボエコンチェルトですね、のオーボエの部分を、コンサーティーナで弾くという、まあ発狂するほど面白くって、発狂するほど大変でしたでもね、でもなんかね、キャラクターがね似てるんですよ、モーツァルトを弾くということに対してね。多分その前にビバルディが弾くって言ってたんですけれども、ビバルディの音楽とコンサーティーナの音色がねちっともねこう反りが合わなくって、簡単なのに難しいっていうか、なかなかその伴奏者とも合わないしね、苦労したんですね。それでもう「えいやめた」って言うのって、せーので、突然ほんのキンキンね、そのモーツァルトのオーボエコンチェルトに変えたんですね。そうしましたらば、まあ、いとも見事にね、お互い楽しく弾くことができるというね、先ほどの前半のアコーディオンの楽器の音色とかね、その性質っていうかな、楽器の本来持ってるその顔みたいなものと同じようにですね、無理してもね、届かない部分にあるね、どうしてもね、変えられないキャラクターっていうのがあるんですね。それをよく細かく理解してあげることは重要なことですね。まあ、お互いね、人間同士でもそうなんですけどね、まあ、許し合うってことは重要だってことです。コンサーティーナとの間にも、あなたは本当はこれは弾きたくなかったんだねっていう感じがね、よく分かったっていう意味ではね、この最後の1曲、あとアンコールもね、多分有名な素敵な曲を弾きますけれども、伴奏付きでね、そこら辺は私の今年の感謝の意味を込めて、必死に弾きたいと思っております。ではまた来週お会いいたしましょう。失礼いたしました。